フアンセンテノは、プエルトリコのアレシボ出身のプロ野球選手、右ト左ヒ現在は、ボストンレッドソックス参加所属。2007年の MLB ドラフト32巡目で、ニューヨークメッツから指名され、6月11日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグメッツで、プロデビューし、12試合に出場した。2008年は、ルーキー級、 ガルフコーストリーグでプレーし、24試合に出場して、打率、206を記録した。2009年は、A、A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、32試合に出場して打率、164、9打点、1盗塁を記録した。2010年は、A、A-9 ブルックリン、A9 セントルーシーメッツ、AA9 ビンガムトンメッツでプレー。 A-9 ブルックリンでは32試合に出場して打率3 7 1一本塁打10打点1盗塁を記録した2011年は A9 セントルーシーでプレーし52試合に出場して打率3181本塁打11打点3盗塁を記録した2012年は A9 ビンガムトンでプレーし 79試合に出場して打率、285、35打点、1盗塁を記録した。2013年は A 級、ビンガムトンで開幕を迎え、6試合に出場後、トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ昇格。67試合に出場して打率、305、28打点、1盗塁と結果を残し、9月8日にメッツとメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。9月18日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。8番、保守として先発起用され、4打数に安打1打点だった。この年メジャーでは4試合に出場して打率、300を記録した。2014年3月3日にメッツと1年契約に合意。3月18日にトリプル A 級ラスベガスへ配属され、 そのまま開幕を迎えた。5月15日にトラビス・ダーノーが7日間の故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。5試合に出場しすべて先発マスクを被ったが5月28日にダーノーが復帰したためトリプル A 級ラスベガスへ降格した。登録枠が拡大された9月1日に再昇格。この年メジャーでは10試合に出場して打率200。 に打点を記録した。2014年10月31日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2015年は10試合に出場して打率048で本塁打と打点は共にゼロだった。オフの11月6日に FA となった。2015年11月30日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。二千十六年は開幕を 参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスで迎えたが5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年はバックアップ保守の一人として出番を大幅に増やし55試合に出場。打撃面では打率2613本塁打25打点という成績を記録した。守備面では53試合でマスクをかぶったが6失策。 守備率 983DRS 後、投類阻止率14%と荒さが目立った。11月18日にマイナー契約で AAA 級ロチェスターへ配属された後、23日に FA となった。2016年12月15日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年の開幕は、トリプル A 級フレズのグリーズリーズで迎えたが、5月21日に、ブライアン・マッキャンの7日間故障者リストの登録に、伴い、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは22試合に出場して打率、231、日本類が4打点を記録した。2017年11月27日に、ウェーバー工事を経て、 テキサスレンジャーズへ移籍した。2018年5月3日にディーフとなり、7日にマイナー契約で参加の AAA 級ラウンドロック、エクスプレスへ配属された。この年メジャーでは10試合に出場して打率、162、1本塁打3打点を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年11月13日に、 ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕から参加のトリプル A 級ポータケットレッドソックスでプレーし、81試合に出場して打率、248、4本類打40打点に盗塁を記録した。9月1日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。この年メジャーでは7試合に出場して打率、133、2打点、1盗塁を記録した。11月4日にマイナー契約でトリプル A 級ポータケットへ配属された後、同日中に FA となった。ありがとうございます。